皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は不登校は問題行動ではないけれどというタイトルで、静岡県内の不登校の状況、不登校の人ってどんな風に成績がなっているのか、それから不登校に対して行政機関やなんかはどんな取り組みをしているのか、そういう人たちは高校入試、進学はどうするんだろうと、こういう順番でお話を進めていきたいと思います。まず不登校って何なのか、長期間学校を休んでる人、不登校なんですけど、ちゃんと不登校と呼ばれるには定義があるんですね。それは経済的理由とか病気を除いて年間30日以上の欠席をしている人、こういう人を不登校と呼びます。県内の状況では、まず不登校児童生徒数、これは 11,524 人で、公立の小学校で 4,679 人、公立の中学校で 6,845 人で、不登校が一番多い学年で中学2年生になっています。そして問題となっているのは、高校受験を控える中学3年生中学3年生の不登校生徒の7割が90日以上、そういう欠席の日数なんですね。不登校自体は年間30日を超えたら不登校なんですけれども、でも中学3年生の不登校児童のうち、生徒のうち、30日どころじゃなくて90日以上休んでる人が7割いると、これは大きな問題です。で、不登校と言われる人たちの学校以外での居場所、これ不足しているんですけど、どんな場所があるかというと、フリースクールとか学習塾とか、公的支援施設、こういうものがありますけれど、じゃあ不登校の人たちが全てこういうところとつながっているかというと、そうではなくて、このような機関とつながりのない不登校の人の割合、これ4割もあるんですね。これは国の調査で分かっています。不登校者の成績評価について、今年8月に文科省からこんな発表がありました。学校教育法、この施行規則を改正しました。どんなふうに改正したかというと、小中学生の欠席中の学習成果を成績評価に考慮できる、こんなふうに改正したんですけれど、条件が3つありました。その条件というのは、まず1つ目が在籍校の教育課程と適合していること、2つ目が学校側が保護者や支援施設との連携ができていること、3つ目が学校側が定期的に状況を把握していること、この3つ全てを満たしていれば、成績評価をしていいですよということなんですけど、3つ全てを満たすというのはすごく厳しい条件なんですね。なかなかできないと私は感じます。で、この条件を満たさなければどうなるかというと、成績表の評価、これは ABC で表す部分ですけれど、それと評定、これは1から5の数字で表す部分、この部分に斜線、こういう状況になって しまうんですね。この3つの条件を満たしたら評価評定つけていいよ、でもできなければ評価評定の部分は成績を斜線、こんな風に現状はなっています。学校側の意見や対応にはこういうものがありました。学習の積み上げがない子どもの活動を学習指導要領に照らして学びだという、こういう確証が持てない、だけど実際は学習の保証はできないんだけれど、1年経ったら自動的に上の学年に進級させると、これがほとんどのようです。またこれフリースクール側の意見としては、フリースクールは活動が多様で学習指導要領に沿ったものばかりじゃないから、そういう部分も認めてほしい、
本人の頑張りを客観的に認める制度、こういう制度を作ってほしい。それから保護者に対して、フリースクールっていうのは基本的に国からの支援金、これは出ないので、この金銭的な負担ですね、この保護者の経済的負担が大きいので、この部分をなんとかしてほしいと、こういうものがありました。不登校に対する県教育委員会の取り組みには次のようなものがあります。まずフリースクールの支援制度を設けました。2つあって、1つ目はフリースクールと支援事業費補助金ですね。フリースクールの運営に対して補助金を出すというものです。2つ目が民間施設と公的教育機関との連携ができるようになりました。さらに静岡バーチャルスクールというものを作ろうとしています。これは2025年の1月に試験運用を開始して、メタバース上に学習や会話の場を設けるというものです。平日の日中の時間帯、家にいながら他者との、ね、接点を持つことができるというものです。それから不登校の人の高校の進学なんですけれど、やはり全日制の進学、これは難しいです。なぜかというと、全日制の学校ってほとんどが調査書、これを重視しているので、先ほどもお話しした通り、成績がつかない状態で全日制に進学するというのはとても難しいということです。じゃあどんな進学先があるかというと、多部制単位制の定時制高校への進学、これが考えられます。定時制というと夜間の定時制をイメージしてしまうかもしれないんですけど、現在は例えば午前中だけとか午後だけとか夜だけとかで、午前と午後の一部と、午前の一部と午後の部から午後の部と夜の一部、夜の一部と午後の一部と、このような複雑な組み合わせで、通えるこの定時制の学校、これができています。それが今一番注目されているのが通信制高校への進学です、ね、今ね、通信制高校といっても家にいて勉強するんじゃなくて、通学する、ね、実際に通学する、週に5日通学するとか週に3日通学するとか、そういう通学制の通信制高校、これが増えていて、ここへの進学が考えられます。また一部ではこの長期欠席者を受け付けている、または長期欠席者専門で受け付けている学校もありますので、そちらは調べてみてください。今回は不登校は問題行動で冒頭ではないけれどというタイトルで、不登校についてのいろんな情報で現状、これについてお話をしてきました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。